さです。今日は大分一で来てます。イエーイ。So I'm a first time for me So let's enjoy with me。野球選手の羽子板。羽子板どういうの？ So I wanna ask the staff about the 羽子板。こんにちは。こんにちは。羽子板について教えていただきたいんですけど。はい、羽子板市は初めて来ました。浅草の場合は12月の17日から3日間、17、18、19、はい、3日間に浅草の浅草寺の境内で、毎年、行われます。毎年なんですね。はい、毎年で、なぜ多分海外の方はなぜ羽子板を飾るのかっていうのが、意味、はい、分からない方もいらっしゃると思うんだけども、これ今日本語で喋ってるから日本語でいいんですか？大丈夫です。いや、英語で喋れって英語で喋るけど。本当ですか？いや、冗談。すごい。だって海外発信するんじゃね、日本語でいいのかなと思ってさ。それをちゃんとあなたが通訳するんかなと思ったんだけど。字幕をつけさせていただきます。あ、そういうことなの。全部それで要請だと。日本でだからその羽子板を飾るっていうのはまず縁起物といって要するに景気をつけるとか運をつけるという意味で飾る方と、赤ちゃんのお祝いで赤ちゃんが生まれた時に初めてのお正月に羽子板を飾るという風習が日本にはあるんですよ。それがだからお正月がほらあと半月以降お正月でしょ。そのお正月に向けてこの毎年12月17日から羽子板市が行われて、そこで羽子板を買って、いい年になりますようにというお正月を迎える。なるほど、ここからスタートなんです。それで皆さんお買いになるっていうのが前提です。羽子板に値段がついてないのに、はい、これいくらですかっていうと周りの人に聞こえちゃうから、これはこうですとかって。そうなんですか、これは何ですか。2万3000円ですよ。で2万3000円ですよとね。だけれどもじゃあサービスしてこれにしますよとか、そういう昔のそろばんを使って商いの交渉をした、なるほど、これが日本的なやつだ。この羽子板市自体が江戸時代から続いてる。なるほど。戦争で昭和の20年代は戦争で焼け野原になったでしょ。東京はみんな、焼け出されて東京の人は、埼玉とか千葉とかに逃げたんだけども、その時にでもここの羽子板市はやった。売れないけど人がいないけど伝統だからっていうずっと続けてやってくれ。だからまあコロナの時も他のイベントは全部中止だったけど、ここはやりました。コロナの時もやってたんですか？やってたんです。一切戦後もね、戦争の時も休まないのにコロナで休んじゃいけない、一切休んでない。ただ人は来なかったけどね。何年くらい続いてるんですか？いやもう150年とか。いやちょっと私も定かじゃないんだけど、生きてねえからさ、この頃から、ただ江戸時代となると多分350じゃ効かないんじゃね。確かに江戸時代からとなると200年ぐらいになってんじゃないのかい。だから多分、すごい。何が撮りたいですか？あ、2人。お母さんも同じような写真でいいじゃん。みんな写ってるじゃん。お母さんどこから来たの？台湾。台湾。台湾の兄弟みんな見せる。台湾の兄弟みんな見せる。見たことない。何買ったんだろう？聞いてる。ドバイ。ドバイ。
な。ハゴイタ。ああ、そうビューティフル。さようなら。Yes. Thank you. Thank you. 買いたいです。どれがいいかなって思ってて、これはみんなお父さんが作ったんです。そうそう。手作り。手作り全部です。一つどのくらいお時間かけるの？あのスタンドについてる。一つっていうのパーツパーツで作ってるから同じパーツで作ってるから大体一つに一個につき、まあ一日で二つぐらい。一日で二つ、うん。あ、じゃあ最初はこの板からってやって、そうそうそう紙やって。一個ずつ仕上げていくわけじゃないから。そっかそっか。大体一日すると大体そのぐらいかな。顔は顔描いていって、顔ばっかり描いてる。はいはいはい。で、それをつなげていくわけです。ああ、すごい。それってトータルでどのくらいで、何個くらいできるんですか？だから、まあ、約だから1ヶ月で、7、8、10個。全部出来上がる。まあ、1日だから2、3個の計算状態でね。そうですね。これがおすすめっていうのとかあるんですか？いや、一番今はだから売れてるんだよ、うん、この辺のやつ。柔らかい色ですね。振袖さんなんだ。振袖で、衣装も絞りの衣装で、こういう風にスタンドで飾っておけるから、だから、それこそお姉さんのディスクがあるかどうかわかんないけども、はいはい、お正月迎える時はディスクの衣装を飾っておける。なるほど。ディスクだからテープの分かんなくなっちゃってなるほどなるほど。なんか私のおばあちゃんが浅草寺さん大好きでおばあちゃんに何かプレゼントしたい。ああだからこんなかいいんじゃないの。高すぎちゃう。じゃあ予算もあるか分かんないからだからどうしようどうしよう、うん、もうなんか一回り小さいんだろう。これも一緒に同じように飾れるんです。そうそうそう、これもスタンドだし、結構あったからね。なるほど。顔ない方がいいですね。顔がね、可愛い。本当だ。まだ小さくて可愛い。可愛いですね。迷っちゃう。どれがいいかな、みんな。どれがいいかな。女の子か男の子かは女の子にしようと思います。おばあちゃんなので大きいのにしようかな、ね、大きい方、うん、じゃあお父さんが選んでくださ、ね、はい、はい、ありがとうございます。お願いします。はい、はい、これでお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、あ、じゃあ午前ね、はい、すいません、ありがとうございます。やったじゃあこれね、はい、大切にします。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。良いお年を。ありがとうございます。ありがとうございます。私は箱板を買いました。誇りにもならない。おばあちゃんにプレゼントしたいです。喜んでくれるかな。それではいつも見てくれてありがとうございます。場所が狭い方がというかコメントくれたら嬉しいです。また次回お待ちしています。食べかけ用にもなるし、See you next time.